少し冷えた空気が人懐かしさを運んでくる。強い日差し、セミの声、かげろう、花火、波の音、寝苦しい夜。ビーチハウスはもう取り壊され、ただの木材へと姿を変え、期待したことなど何一つ起きなかったな。まだ諦めてないけど、夏顔はただそれだけのこと。なのに何かを失ったような気がした。夏の日々に引き戻されることがたまらなく寂しい。並べて理想を押し付けて、意見されると不愛想になってた。君にとって何よりも一番熱苦しかったものは僕だったんじゃないかな。それと似たようなもの、分かったようなこと言ってごまかした。孤独な僕とまた向き合っていくことも大事なステップと言い聞かして、向き合っていくことが泣きたいほど悲しく思えた。